ついに内藤との決戦ですね。勝ったら尾道から撤退するって言ってましたけど、本当っすかね。おそらく本当だと思うぜ。あいつはそんなダサい嘘をつくやつじゃない。それに矢野と内藤を倒したとなれば、ジャスティスの戦力も相当薄くなる。結構ターニングポイントになりそうっすね、この戦い。ああ、余計に負けるわけにはいかねえな。よし、お前らそろそろ行くぞ。おうよ、内藤ぶっ潰してやろうぜ。よっしゃー。おう。ブエナスノーチェス、キリュウさん。じゃあお前の望み通り来てやったぜ。決着をつけよう。言われなくてもそのつもりだ。悪いけど気流会潰させてもらうぜ。上等だ。さてそれじゃあパーティーのスタートだ。よし、俺たちの勝ちだ。いい戦いぶりだったぞ。まさかこれほどとはな。ちょっと油断しすぎたかもな。さあ、お望み通り相手になってやるよ。俺と対マンしたかったんだろう。は、いいのか。あんたは仲間が残ってる。対マンなんてしない方が有利だろう。ん、俺は頭がいい方じゃねえ。有利とか不利とかよくわからねえな。なるほどね。だからあんたの周りには人が集まってくるってわけか。そういうの虫図が走るんだよ。でも俺は頭がいいんでね、今回は甘えさせてもらおっかな。キリュウさん、怠慢で勝負させてもらいますよ。ああ、
さっさとかかってこいよ、ナイト。トランキーロ、あっせんなよ。ギリャすげえ、キリュウさん、内藤にも勝った。大丈夫ですか。なんとかな。約束だ、尾道からジャスティスを撤退させろ。安心しろよ、俺と矢野がやられた時点で尾道に部隊をつぎ込む余裕はなくなってるはずだ。それに一応約束したからな、もう尾道侵略はねえよ。あとはカムロ町に乗り込むだけだな。岡田、待ってろよ。おい、キリュウさんよ。ん？俺はあんたやジョーみたいな感情や男気で動く連中が嫌いだった。だが心のどこかでは憧れてたのかもしれねえ。キリュウカズマ、俺はあんたみたいな男になりて、俺をあんたの相棒にパレハにしてくれねえか。内藤が仲間っていつ裏切るか分かりませんよ、信用できないっす。いや、内藤は嘘は言ってねえさ。キリュウさんに惹かれる気持ちは俺にも分かる。ジョーさん、もしかしてそっちの。バカ、ちげえよ。パレハが何なのかよく分からんが、ついてくるなら好きにしろ。次の戦いはカムロ町だ。それまでに怪我を治すんだな。トランキーロ、あっせんなよ。内藤もやられたみたいですね。そうか、やはりな。予定通りカムロ町に残り戦力を集結させる形で構いませんか。ああ、それで進めてくれ。アウェーでの戦いはもうおしまいだ。ここからが本番だ。あいつらを手厚く出迎えてやらないとな。わかりました。じゃあ桐生一馬。